人の時間か。このゲイル様に不可能はない。このゲイル様の使用か。はあ、さあ行くぞ。こさんだ。いいえ。さて、懸賞金回収としますか。
今日のお宝はどこだ？もっと修行を積んでくるんだな。はあ、長い間放置されてきた遺跡のようだ。こんな地下に飛行艇があるはずはないのに。何の音だ？引っかかったな、ゼオン。この声はゲイル。さっきのお返しだ。遺跡の中でせいぜいあがくがいい。待て、ゲイル。お前。はっはっはっは。おい。ゼオン、火薬を使いすぎたかな。ゼオンのやつ、まさか死んだんじゃ。まあ、大丈夫だろ。あいつのことだ。なんとか出てこられるだろう。そうそう。じゃあ、俺はこれで。おなんだ、ここは祭壇か。あれはまさか飛行艇。ん、これは高そうなペンダントだな。いただいておこう。我が輩をかけるのだ。大きな飛行艇、なぜ地下にこんなものが。我が輩をかけるのだ。上に出口があるぞ。早く離陸したいけど、ちゃんと動くのか。我が輩をさっきから変な声が聞こえてくるような。いや、気のせいだろ。バカな人間め、ペンダントとは首にかけるものだ。ポケットにぶち込むものではない。早くここから出すのだ。なんだ。
うん。むうん。今日のお宝はどこだ？おっさん、あの町の方に飛んでいくものを飛行…あれはヘビーグリード北京使者が作った完全武装の戦闘飛行…戦闘飛行艇がなぜ町に…ま…
さあ、早く戻ろう。レッドスカルの飛行艇、絶対に見つけ出す。さあ、行くぞ。賞金回収としますか。残りは空に飛んでいるあれだけか。そこ下にいる不尊な平民はよく聞き、なんだ俺のことか。よくもこの私の兵士に傷をつけました。帝国法に基づき、平民が貴族に反逆した場合、貴族の裁量でその平民を処罰できることはござ…はぁ、あ、たわごとならよそで言ってくれ。この私の行事を妨害した貴様には、この場で判決を下しました。判決は死刑だ。おい、あれまさか。どうです、そろそろ後悔の思い。この音は。レオン、それおっさん、何ですかあの飛行艇は。あれが正体不明の飛行艇です。おお、美しい、愛おしすぎ。あれは私のものです。貴族の飛行艇に手を出すとは、なんと無礼な。重罪です。貴族への冒涜。死刑を追加します。死刑は1回で十分だぜ。さあ、対等な条件でもう一度勝負だ。おっさん、あの野郎の飛行艇によって突入だ。行くぞ。うん、へ
さあ、行くぞ。久々に体を動かしたな。なんだ？うん、やっと空気を吸えるぞ。龍？次はここだぞ。手をかざして集中すると飛行艇が動くの。手をかざすだけで動くのか。そんな飛行艇聞いたことないぞ。飛行艇とは竜族たちの持つ技術力の結晶なの。愚かな人間どもが作った偽物と比べるとは失礼極まりない。無駄口を叩かずさっさと手をかざす。ああ、好き勝手言いやがって。こうすればいいのか。
Thank you.
る。シャク、エンジンが爆発しました。エンジンに動力を供給するパイプが損傷したよ。エンジンが傾いた。助けて。みんなしっかり慌てるな。落ち着け。俺らの飛行艇を寄せる。負傷者を連れてそっちに行け。分かった。ふむ、さてさて、こいつはどうしようかな。このまま放っておけば飛行艇の墜落死ってことにできそうだな。助けてください。言うことは何でも聞きます。何でも聞くって。じゃあ命だけは助けてやる。だが約束は待って、これひょっとしてもう墜落してる。クソ、使われ。いや、久々に体を動かしたな。
十二章、飛行艇に入ることができません。どうやっても扉が動きません。なんだと？ぐるるるる、どうしたものか。待て、お前手に何を持っている？ああ、これ登録証じゃないが、俺が飛行艇の主であることを証明するものだ。見てろ。さて、こうしてここに置いてから集中すると、ちゃんと作動したな。なあ、どうだ？ほう、面白い技術だな、若造。見事だ、小僧。皆の者、引っ捕らえろ。磁石の飛行艇の扉を勝手に開くとは。
貴族の私有物窃盗の罪で逮捕する。そうきたか。いいだろ、一気に来る。それとも一人ずつ相手しようか。貴族精鋭の十人将の力、味わうがいい。奴らは全員ぶっ倒してやる。おっと、この程度の実力で挑んできたのか。お前、貴族の兵士に手を出したらどうなるか。これ以上痛い目に遭いたくなければ、さっさと消えろ。さあ、早く戻ろう。
っかりしろ。どうして私がそんなことを？新しい仲間が到着しました。時は番号を札でも取っとけ。
新しい仲間が到着しました。上辺だっけのな、いろいろな意味でね。あの、新しい仲間が到着しました。些細な感情なんて邪魔になる。新しい仲間が到着しました。私に残ったのはこの像だけ。私に残ったのはこの像だけ。
新しい仲間が到着しました。私の計算は間違っていなかった。新しい仲間が到着します。ためにやるべきことはまだ残っている。世界はまだ愛であふれています。雪山の上で俺は負けない。